土方歳三という男。新選組の土方歳三は、幕末から明治維新期にかけて活躍した大使であり、その武勇と指導力で知られています。彼は新選組の副長として重要な役割を果たしました。土方は、幼少期から実家の秘伝である石田三役の行商をしながら剣術を磨きました。新選組の指揮命令は、副長である土方歳三から発せられることが多かったと言われています。彼の的確な判断と指導力が新選組の戦闘に大きな影響を与えました。土方歳三はその武勇と指導力で新選組の大使たちを率い、幕末の動乱期に大きな役割を果たしました。いかがでしたでしょうか？ぜひあなたのリクエストをコメントください。